より小さいロッテゼロ、6ソフトバンク、25日、ZOZO マリン。ロッテが今季4度目のゼロ風負けで、昨年9月以来の6連敗。借金3となった。前週まで3試合で防御率0、87と安定していた西野が、ソフトバンク山川にツーランを浴びるなど5回5失点と打ち込まれた。一方で打線は大津を攻略できず、2安打と沈黙した。吉井監督は試合後ミーティングで全選手、スタッフを集め、自分に何ができるかしっかり整理して、新しい気持ちで土曜日、球場に来てください、と呼びかけた。